勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。大樹が地に落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。勇者の星か。ユグノアには老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り勇者の星になったという神話がある。お主の母エレノアが好きだった老主様の神話、古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが、魔王によって世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えるとそうとも言い切れんか。どうした、人の話も聞かずぼーっとしおってしょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。おお、そうか、聞いておったならいいんじゃ。いずれにせよあの星がこのまま地上に落下すればサマディも無事では済むまい。王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。危険な真似はよすのだ。父上、心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。おお、そなたか。いつぞやはファーレスが世話になった。その御尊顔は。久しぶりだな、サマディ王よ。ユグノアを忌まわしき災厄が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。ロー殿、事情は全て聞いています。勇者がロトゼタシアに災厄をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。デリカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。もう良いのじゃ、顔を上げよ。全てはデリカダール王に取り付いたウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。ロー殿、ありがとうございます。それよりも今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。勇者の星に結界が。そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。はい、
それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。ロー殿、バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーレスのことが心配で。ありがとうございます。関所を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。では息子をよろしく頼みます。何を言っているんだ君は。ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。いやそれは王子ちゃん久しぶり。あ、シルビアさんたち久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ。ずいぶん成長したじゃない。えへへ、それほどでも。王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さん、どうしてこんな場所に。俺たちがここに来た目的はお前と同じ、勇者の星の調査に来たのだ。あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。こんなところでお会いできるとは。俺の名を知っているのか。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。僕はグレイグさんの部隊に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。時に王子よ、その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさん、そうなんだよ。学者がおじけづいちゃってさ。さすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。ではお主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。え、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。ありがとう、助かるよ。多分バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。ちょっとちょっと王子ちゃん、何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから、記念にさ。いやー、すごい。みんなもやってみなよ。王子ちゃん、あなた結構肝が据わってるのね。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。
作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか五代のロマンを感じるわ。確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。どうしたの？独り言なんて珍しいわね。何が起こったのよ。見ろ、星が。ちょっと星が落ちてくるじゃない。王様、ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。限界です。さあ、早くこちらへ。星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体。何言ってるんですか、グレイグさん。あれは救世主ですよ、救世主。救世主がサマディを救ってくれたんです。これでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。あはは、あはは、あはは。
消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ。それじゃあサマディの王様ちゃんにニズゼルファーって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。救世主かどうかは分からんが、まあそれはいいのじゃ。それより、お主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界には、ニズゼルファ、そう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか。ニズゼルファ。聞き覚えがありませんな。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃが、仕方がない。わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。ロー殿、魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕が君の力になるからさ。おや、お二人ともわしに何かご用ですか。サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか。魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代、サマディにあったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー。おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか。ファーリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。はい。おお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。父上、いいんですか。これって来年のファーリス祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。あ、バカも黙っておれ。ガイアのハンマーは父祖の時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、
魔王退治の旅、頑張ってくださいね。いい報告、期待してますよ。